また予備公開がざまざまする話がここから始まる。あ、てか揉めてきた人。やめろ、カットしなきゃいけないじゃないか。まさに東進の先人たちの話を今してるわけです。そういう話。板野先生はその尊敬の眼差しで見られる出口先生のことをどう見てたんですか。現在進行形だからダメですよ。平田や、さあ始まりました。はい、今回なんですけども、はい、なんとですね、相澤先生が本を出されたということで、はい、ありがとうございます。はい、悩んだら先人に聞けという本を、はい、7月の末に出しまして、笠間書院というところから出しました。はい、処女作ということでよろしいデビュー遅かったな。そうですね、まあね、僕あの東大のディープな日本史ってそこそこ売れた本があるんですけども、はい、まあデビュー作みたいなもんですね。はいはい、そういう気持ちで書きました、ね、なんと聞いたら、はい、倫理の内容が入ってるらしいですか。そうですね、元々は日本史創始の本を書いてください、はいはい、なるほどということだったんですが、その時編集者が僕に、あ、だったらセンター倫理とか、今共通テストですけど、センター倫理の問題という日本思想分野というのがあって、非常によく問題もできているし、勉強にもなるので、じゃあこれ題材にしましょうかっていうことで。なるほど。最近だとやっぱり本屋さんとか行くとね、平積みにされてるものの結構多くに、やっぱこう自己啓発系の本とかがやっぱあったりするわけですけど、まあ中にはしょうもないものとかもいろいろあるんですけど、その自己啓発系の中でもかなりこう学術的な方にね、こう寄った。悩んだら先人に聞けっていう。なるほど。じゃあそんな先人に聞く、はい、ね、まあ倫理とか安らぎの対局にいる私たちなんですけども、はい、あのまた予備公開がざまざまする話がここから始まりますやっぱりそうですね、これを見せたい、今までね、相澤先生が揉めてきた人いや、僕はそんなにね、広げます、もめ、いや、たくさんいるでしょう。そうですよね、だから裁判沙汰になってるでしょうが。おい、それも言う。まだなってる一体何人代理人を通さないと話ができないようになった人がいるんですか。いや、あの代理人通すとこじれることが分かったので、そうです、通さないことにしてるんですけども、ね、まあ、僕はね、その、はい、揉めてきたものがこう公に出る人間ですから、はい、それ今までのここは見て、はい、相澤先生の見えてないんでね、はい、なのでせっかくなんでね、はい、見せられるものにしてよ今から、何の話いや、やっぱこれのプロモーションですから、やはりちょっとね、うん、これを見せてあげたい。そうそう、あなたは誰で悩んできたのか、あるいはお前みたいなやつはこれを読めみたいな。そうそうそう、あ、そうですか。まあそうですね、まあやっぱり僕が東進にいた時、うん、まあ一番のやっぱり悩まされてきた相手と、やっぱり、ですけど、ね、具体的な内容はちょっと僕の口から言うのは、はい、はばかられるので、はい、平先生の方がよく、まあだからね、東大の現代文は回答欄の中に回答を書かないといけないんだよっていうことをね、そういうことを ね、 そうですね、外にはみ出したら罰だよっていうことをね、まあ東大の問題って簡潔に答えることを、うん、それはもうここだけじゃなくてどの科目も求められているんでね、うん、はい、だからちっちゃすぎる文字でギチギチに書くのをやめろって言いたいですね。まあそういうまあそこまでは僕は言っていないんだけども、まあやめてくれ、東大が求めている答えを書くべきだとは思いますよね、うん、千葉マリンスタジアムの始球式に出てくるのはやめろ。もうやめろ。ね、そうそうそう、ね、背番号をつけてね、うん、まあ、やめろ、カットしなきゃいけないじゃないか、はい、で、はいはいはい、はい、そう、その止まらない止まらない、だってさ、この話をするけどさ、うん、東大模試とかさ、東大本番レベル模試とか、京大本番レベル模試とかさ、うん、なんか知んないけど僕のとこ回ってくるわけだよ、はいはいはい、回ってきてさ、うん、開幕してから1ヶ月経ってる千葉マリンスタジオ全然行けない、うん、挙句の果てにイチャモンつけてくるし、いい子出てきて1ヶ月、いや、早く片付いたわって、やっと僕の開幕だって千葉マリン行ったら、うん、今日の始球オープニングセレモニーはこの人ですって言って、うん、背番号つけたやつが出てきてっていう、そういう話ですよねえそういう話ですいや巻くんじゃ、あの、ね、助けて、あの、はい、動画上で管巻くんじゃない僕こそが悩んでる。そうですね、そう、揉めことあなたが一番読まないといけないそう辞書本読むんだね、はい、そう、ね、私のしていることは偽善ではありませんか、はいはいはい、そうだね、これを噛み締めなきゃダメだね、うん、死んだらあの世で天国に行けますか、うん、僕のような人間でも、僕のような煩悩にとらわれた人間でも、うん、天国に行けますか、うん、いや、心はどこにありますか、うん、天国に行ってほしくない人は誰ですか。他じゃあ、他の人。死んだ。行きますよ、じゃあ。さんは本当に現在進行形だからダメです。本当にダメです。ああ、ダメだ。最近ね、久々にさんのね、ちょっと顔をネットで見たんですけど。だからちょっと広げないで使えないのにさ。
みたいな顔してましたね。知らないでいいですから、はい、広げないでください。だからちょっともうちょっといい教育的な話を、いやちょっといい人のじゃあ話しましょう。やっぱ僕がやっぱりその東進にいて、はい、一番最初に感化されたのは出口先生なんですよ。そうだったんですね。僕は東進に入った入り口で出口にあったわけです。いや入り口もあった、はい、僕は東進には国語科の教材スタッフっていう形で採用されてます、うん、まあ出口先生っていうのはもうそのだからのせいで大変になったんだ、まあ、そうなんですけどそうなんですけどまあね、いや、はい、僕は本当に出口先生がいらっしゃらなかったら、はい、予備校で本当に現代文という科目自体が今成立してるかどうかも分からないぐらい、うんね、はい、出口先生の残した功績というのは非常に大きいんですよ、うん、どんなものがまだペーペーですね。本当に入り立て1年目2年目ぐらいで講師室に行って、まあ、僕は板野先生とかと打ち合わせをしていたんですが、そこに板野ね、でそ、はい、そこも膨らませてまた大変なことになる、はい、そうですね、めんどくさいですね。そしたら出口先生が授業から戻られてきて、うん、でまだ生授業やってた頃だったので、うん、生徒が女生徒だったの、うん、一緒に質問していて、うん、おいおいおい、先生の今授業をされていたこの問題なんですけど、あの私にはちょっとわからなかったんですけど、それでその問題自体は僕自身も知っている問題、うんうん、で生徒のその説明を聞くと、うんうん、A だから出口先生 A だから E だって説明していて、本来は飛躍がね、本来は入り口から出口、本来はまあそんな感じですけど、はい、本来は A だから B、うん、C、D という理論をたどってなるほどね、いいという答えが出るっていうところまでしっかりと理論があった上でいいって出るんですが、おそらく出口先生はそれを一言 A だからいいっていうふうに、なるほど、でその生徒がよくわからなかったんですけど、うん、っていうふうに質問したら出口先生は一言、君はまだ先生に追いついていないねって返すわけですよ。こんな対応でいいのかって、うん、まあ、思ってて、そしたら次の週、まあ、やっぱりまあ一度板野先生、うん、打ち合わせみたいに言ったら出口先生がやった、うん、で今度はその生徒が目を輝かせて、うん、出口先生とかまた来て、こう先週質問したものですけども、うん、先週質問したこの問題なんですけど、うん、A だから BCD で E という答えが出るんですね、うんうんうん、その生徒は多分1週間うんうん考えながら、うん、その理論を自分で発見したんでしょうね、で それを出口先生に話すと、出口先生が一言、うん、それでいい、と言って返し、でもその生徒はもう本当に出口先生を尊敬の話で、つまり自分がこんなに時間をかけて発見した筋道を出口先生がたった一言で説明してる、うん、なるほど、実は林先生に聞きに行ってたのかもしれないですけどね、その生徒、 あとその尊敬の眼差しで見られる出口先生のことを板野先生はどう見てたんですか。あの板野先生はその尊敬の眼差しで見られる出口先生のことをどう見てたんですか。いやそれはそれはね、現代文コースの先輩として、あやっぱそうだね、尊敬の眼差しでそれを宋先生はどう見てるんですか。板野先生と宋先生はメールアドレスの交換とかはするんですか。板野先生と宋先生あるのかな。出口先生と板野先生はハグとかするんですか。それは見たことないですね。見たことないけど、知らない場所ではあったのあったかもしれないですね。まさに東進の先人たちの話を今してるわけです。そういう話なので、ね、まあそういった先人たちの話を聞きながら、我々はね、煩悩を抱えすぎている。なるほど。煩悩を抱えすぎて、いろいろなところで衝突を起こし、うん、そして地雷が破裂して、そうそうそう、体が飛んでいって、またバラバラになった体を寄せ集めて。でも僕はね、歩いてったらボコンボコンってね、地雷を知らぬ間に踏んでるって感じですけど、僕は大学時代の友人に言われたのは、うん、相沢さんって地雷があることを分かって踏んでいくタイプだよね。そう本当そうです。でそうなんですよ、地雷があるの分かってるんです、うん、あこれ踏んだら体飛ぶよな、うん、と思って踏むんですよね、うん、踏みたくなるじゃないですか。ならないならないド M ですからね。で踏みますよね、飛ぶんですよね。そう飛んでる、もうよく飛んでる。東大生にはマザコンとド M が多いっていうのは有名ですからね。やっぱりそうですか、はい、海星東大ですからね。そうですか、はい、はい、というね、もうちょっとね、器用な生き方ができればな、うん、そう思いますよね。そんなね、悩みがそんな悩んだそんな悩んだら悩んだら、そう次長に聞け、そう次長に聞け、そう自分が一番呼ばなきゃいけない。あのね、これ分かった、自分のために書いた。本当ね、いろんな人のね、聞かなきゃダメですよ、聖徳太子とか、ね、元折りの中、福沢諭吉とか、いろんな話を聞いて、せめて残りの余生はね、はい、こう心を穏やかに生きていきたいと思います。いますね、思います、はいはい、皆さんぜひ、やっときれいにまとまりましたかね、はい、これね。よかったと思います、はいはい、編集が大変そうだ。本当、揉め事は余生ということで。
ということで、はい、そういうことですね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい